王子製紙株式会社は、かつて存在した、日本の大手製紙会社である。現在の大手製紙会社の王子ホールディングスと、日本製紙の前身にあたる。日本の製紙産業の黎明期にあたる、明治初期の1873年に設立。社名の由来である東京の王子で創業し、国内各地のみならず、朝鮮やカラフトへと進出、富士製紙。 カラフト工業などとの合併を繰り返して国内市場8割以上を握る巨大製紙会社へと発展していった。その規模から大王子製紙と称された。戦後の財閥解体政策によって過度経済力集中排除法の対象となり1949年に解体された。後継会社はトマコメ製紙株式会社、本州製紙株式会社、 中条製紙株式会社の三社である。この三社はその後の再編により、王子ホールディングスと日本製紙になっている。三井財閥が出資しており、三井の冒険会社の一つに数えられる。明治に入ってから間もない1873年2月、少子会社が設立された。この会社が初代王子製紙の前身である。輸入に頼っていた洋紙の国産化を機として、 この頃官僚から実業家に転身した渋沢栄一が中心となって設立した。養蜂女生商社、旧広島藩主の浅野家が設立した有恒社に次ぐ国内で3番目の製紙会社である。設立当初は、両外省の三井組、小野組、島田組と渋沢栄一らが出資していた。工場用地は東京の王子が選ばれ、工場建設が進められた。 当時、用紙の原料は、ボロが良いとされていたため、ボロを入手しやすい、大都市金庫を、工場用地に選んだのである12月に工場を、竣工させた。工業用水には、千川浄水から分流させた王子分水が使われた。創業開始翌年から、政府から地検上用紙の大量発注があり、この漢字が、創業期の立ち上がりを支えた。 漢字が減退した後は民字に重心を置くようになり、新聞紙や雑誌に用いられる印刷用紙を中心に生産することになる。1876年5月に、商子会社から、製紙会社へと解消した。1893年11月には、商法の施行に伴って同法に基づく。 株式会社に改組するとともに創業地の名を冠して、王子製紙株式会社へと改称した。当初王子工場では、ボロや、ハフ、ついで稲藁を紙の原料に使用していたが、欧米の製紙業で普及しつつあった木材パルプ、特にアリューサンパルプの生産を目指して、森林地帯の静岡県西部に1889年、桁工場を新設する。 日本で最初の本格的 SP 製造工場であった。1890年代中頃になると、主要融資元から第一国立銀行が降り、変わって三井銀行が主要融資元となった。さらに三井は経営権掌握を目指して、三井銀行出身の藤山ライターを1896年に専務として送り込んだまで、三井系の経営者が続いている。 1898年には渋沢が会長を辞任、創業期からの技術者であった、大川平三郎も会社を去った。大川と共に一部の技術者や、熟練校も会社を去ったため人材不足となり、創業の混乱を招いて、後発の富士製紙設立に、国内用紙生産量主位の座を、同年明け渡した。日清戦争後の新聞用紙の需要増大に、触発され、 1899年静岡県西部に中部工場を新設、工場を3カ所に増強した。中部工場は SP に加えて、細木パルプの生産設備も備えたが、工場の成績は、不振を極め、市況の悪化とも重なって、経営を悪化させる要因となった。経営再建のために、三井から新たに鈴木梅史郎が専務として送り込まれた。 鈴木は、財務整理を断行し、さらに北海道への進出、大工場建設を目指した。新工場の用地は、豊富な木材資源や四骨湖水流の水力発電による電力を利用できる、苫小牧村が選ばれた。苫小牧工場は1910年に創業を開始、品質改善やコスト削減を実現させた。移行道工場は、 王子製紙の主力工場となっていく。創業開始2年後の1912年、富士製紙を抑えて、再び国内洋紙生産量主位に返り咲いた。王子製紙、豊原工場1911年、三井から藤原銀次郎を経営者として迎え入れる。藤原の下で合理化を進めていた、最中の1914年に第一次世界大戦が、 勃発、用紙需要が急伸重する公共となり、これに乗じて、財務内容を強化し、事業拡大を進めた。1915年から16年にかけて、国立印刷局十条分工場をはじめとする3、工場を買収、カラフトにも進出した。1917年カラフトに工場を、追加、1919年には朝鮮にも、 工場を新設して、工場数を、計9カ所とした。戦後は一転して、不況となるが、用紙の需要は伸長し続けたため、工場の新造設や、他社の買収、合併は依然として続いた。1922年からふとに工場を、さらに追加、1924年から1925年に、かけて、前述の有りつめ社など、 計4社を買収内し合併した。一方で採算が合わなくなった桁、中部料工場は閉鎖されたが、工場数は計13カ所に増大した。なお、王子製紙以上に、富士製紙は、この時期事業の拡大を進めたため、1922年に、養紙生産量収位を再び明け渡している。1933年に王子が、 富士製紙を合併するまで、生産量は富士製紙の方が上回り続けた。1933年5月18日、王子製紙と富士製紙、カラフト工業の3社が合併した。合併により、王子製紙の紙生産量は国内生産量の8割以上を占め、これ以降その規模から大王子製紙と称される。工場は、 富士製紙の14カ所とカラフト工業の6カ所を合わせて33カ所に増大した。富士製紙は前述の通り後発ながら王子製紙と競合した大手製紙会社である。合併前年の1932年時点で生産工ベースで約36%のシェアを持ち、シェア約30%の王子製紙を抜いて国内主位の製紙会社であった。 一方のカラフト工業は1913年設立で当初カラフトを拠点としていたが1926年に内地の企業も合併していた1932年時点でのシェアは約20%両社の共通点はかつて王子製紙の技術者であった大川平三郎が社長を務めていたことである王子製紙、富士製紙、カラフト工業の3社は 従来から競合しつつもしばしばカルテルを結んで協調行動をとっていた。1920年代末になると市況の悪化で特に富士製紙、カラフト工業の業績が悪化する。1929年に王子製紙は富士製紙の株式を買収して筆頭株主となり富士製紙の業績立て直しを支援するようになる。また、1930年頃から カラフト工業側から王子生死へ合同を打診していた。司教と各社の状況からこれ以上の消耗を回避し、なおかつ従来以上の司教統制として三社の合同が構想され、巨大トラストである王王子生死発足へと至ったのである。生死各社の大まかな合併図大合同から4年後の1937年から日中戦争が、 さらに4年後の1941年から太平洋戦争が始まるが、戦時中の企業経営は戦争遂行という国策に沿ったものにならざるを得なかった。その例に、中国の占領地での製紙会社の運営住宅、フィリピン・マレーシア・インドネシアなど、占領地での工場運営、レイオニオーパルプの増産、製紙工場の軍需工場への転換、がある。 軍需工場へ転換されたのは、内地では8カ所で、1943年から1944年に休止され、他社に売却されたり、防険会社として分離されたりした。太平洋戦争末期には、アメリカ軍による空襲の被害にあった。ほとんどが軽微な被害で済んだものの、兵庫県の神崎工場だけはほぼ全滅という被害を受け、戦後になるまで再開できなかった。 1945年8月15日の敗戦により、占領地や満州、朝鮮、カラフトにある資産のすべてを創出した。直営工場だけで見ても10カ所あり、戦後は国内に残った15工場だけで運営することになる。生産能力は戦前ピーク時の3割に落ち込んでいた。終戦直後から、連合国軍最高司令官総司令部の 財閥解体政策の対象とされた。王子製紙は解体に該当するような企業とは言えないのではないかと反論したが解体の方向へと進んだ。まず、1946年1月11日に制限会社に指定された。これにより当時23社存在した冒険会社が王子製紙の下から独立した。 しばらく経営陣と GHQ との交渉が続けられたが、最終的に1949年1月7日、GHQ から解体指令が出された。これを受けて1949年8月1日、過度経済力集中排除法に基づき、王子製紙の解体が実行された。後継会社として、トマコマイ製紙株式会社、本州製紙株式会社、 十条製紙株式会社の3社が設立され、王子製紙の資産はこの3社に継承された。王子製紙は解散して生産会社となり、12年後の1961年11月24日に生産業務が終了したことにより完全に消滅した。洋紙発祥の地の石碑更新にあたる十条製紙が、 王子工場跡地に建設した複合レジャー施設、サンスクエアには、養子発祥の地と題した石碑が設置されている。王子聖子が直営で運営していた工場は、以下の、計38工場である。ただし、全てが、同時代的に存在していたことはない。各工場の所在地と創業開始年月、前身の運営会社を記し、備行には休止、閉鎖された場合は、 その年月日、1949年8月の分割解体で、更新会社に継承された場合には、継承先の会社を記した。会社のトップの肩書きは、発足時の代表取締り、専務取締役、専務取締役社長、取締役社長と変化している。該当する人物は、以下の10人である。代表取締り、渋沢栄一。 1872年11月、就任。1893年9月退任を専務取締役。谷慶造。1893年9月就任。1896年6月、退任。藤山ライタ。1896年6月就任。1902年4月、退任。浅葺英治。1902年4月就任。同年7月退任。鈴木梅史郎。 1902年7月、就任。1909年11月退任。高橋義夫。1909年11月就任。1911年10月、退任。藤原銀次郎。1911年10月就任。1920年6月、移動。専務取締役社長。藤原銀次郎。1920年6月就任。 1929年3月、再移取締役社長、藤原銀次郎、1929年3月、就任、1938年12月退任、高島菊次郎、1938年12月、就任、1942年12月,任年12月退任足、立証、1942年12月就任、1946年12月、 退任、中島敬司、1946年12月就任、1949年8月、会社会さんや私立証また、取締役会長という役職も存在した。該当するのは、計5人だが、以下の通り常時設定されていたわけではない。渋沢栄一、1893年9月就任、1898年9月、退任、朝吹英二、 1908年7月就任。1911年10月退任。三井徳右衛門。1911年10月就任。1920年6月退任。藤原銀次郎。1938年12月就任。1940年1月退任。井上健一。1942年12月就任。1943年10月退任。 この時設立された、冒険会社に、国内では、山陽パルプ、東北振興パルプ、日本パルプ工業、カラフトでは、日本人県パルプ、満州では、日万パルプ製造がある。洋紙発祥の地碑。飛鳥山三つの博物館。2021年3月6日閲覧。渋沢栄一王子製紙株式会社。公益財団法人、渋沢栄一記念財団。 2021年3月8日閲覧。1920年11月に、東洋加工製紙株式会社2月設立。1925年4月に、スイタ製紙を合併している。非製紙工場で、製紙工程で使用される硫酸アルミニウムを生産していた。カラフト町鉄道事務所、編集発行、カラフトの鉄道旅行案内、48ページ。 荒山雅彦監修、解説、シリーズ明治、対象の旅行代行機第13巻、519ページ。カラフトの鉄道旅行案内54ページに、対象6年7月に工事竣行とある。シリーズ明治、対象の旅行代行機第13巻523から524ページ。カラフトの鉄道旅行案内98ページに、 大正13年富士製紙株式会社地取り工場の建設工事を見るとある。シリーズ明治、大正の旅行代役第13巻600ページ。カラフトの鉄道旅行案内74ページに、大正7年6月起港、同8年10月運転開始とある。シリーズ明治、大正の旅行代役第13巻564ページ。 カラフトの鉄道旅行案内80ページに、大正8年王子製紙工場が設立とある。シリーズ明イ大正の旅行大愛機第13巻570ページ。ありがとうございます。